いやー、カメハメハに今回はちょっと拍手を送ろうと思います。で、今回のこの増長点ギミックがダメを必須、ブロック必須。いや、これ思い浮かぶキャラいませんか？そう、カメハメハですね。カメハメハが今回、まあ、ちょっと属性は違うけど刺さるんじゃないのかな。で、あと今回マイスポットがサブ機なんですけど、これあれなんですよね。ちょっと待って、うん、まあ相手もいいか。で、いや、一応 10% ぐらい使っとこうか。で、あれなんですよね。だから光？マイスポット光なんですよ。だから1500みんな攻撃力とかもろもろアップしてる。だからもうすごい接待来てるね。はい。いや、これは実はこれで倒せちゃったり。いや、意外といけるんじゃない？これ。はい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 。意外とだからこれ、こう打って、はい。いや、まだ諦めないよ。まだカメハメハ諦めてないからね。はい。これで爆発します。いや、まだ諦めてないよ。やべ、これ蘇生。やばい。いや、これ2ターンに1回だから、まだギリギリなんとかなるんじゃないこれ。はい。はい。で、どうだろうこれ。で、これで毒きます。あ、弱点出てる。え？さっき出てたっけ？はい。あ、なるほど。弱点移動ってそういうこと。もうカメハメハム、ついに来たね、蓬莱。いや、今回はガチ蓬莱ね。もう、参考にとかさせる気ないから、もうこれでいきます。で、いや、蓬莱艦隊で行く。ただ、ゲージアイテム使えないんですよね。それが、ちょっと、良くない。いや、どうなんだろう。ゲージ必須にしてくれてもいいのにね。それか情報修正で、ダメ音ブロック、そろそろ分けてくれてもいいんじゃないのかなって、正直思う。はい。よし、じゃあこれでいきます。で、あれでしょ？だから、こう打って、はい。こう打って、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 こう打って。あ、でも意外となくてもいけるな。はい。うわー、これ絶対ダメをミスるとあれでしょう。はい。で、ここの間入って倒しますの。いや、でも弱点移動と弱点9倍だっけ？で、それと大号令、すごい噛み合ってるから、なんとかなるんじゃないのかな？とりあえず、あの間倒して、かな？ていうか、そうじゃないとね、やることないんですよね。はい。で、横勘で多分倒すのが、正しい手段。優しい !3500 だ。はい。っていうか、よく見たら、HP 低っ。あれ、蓬莱ってこんなに、まあ、女の子だしね、貧弱か。はい、なんで、これでいきます。んで、うわ、毎ターン3500。やりよる。おぉ、危ねえ。危ねえ。いやー、これしかもランダムじゃない。うわー、これあれだ。コスプレ蓬莱連れてこないとダメかもしんない。はい、はい。あ、でも意外と強い。で、はい。うわー、これあれだな。コスプレしてこないとちょっと厳しいかもしんない。コミケ出てくる。はい。で、とりあえずでも3500ぐらいだったら、まだなんとかなるね。うわー、これ右から行かないとダメパターンじゃない。まあ、とりあえずちょっとじゃあ下倒そうかな。下多分倒す。これなんか起きるでしょ。はい。で、これで倒しておく。はい。あー、で、加速パネルね。よかった。おー、うわー、やべ、あれ、重複してる。非常にまずい。で、これは。はい。いや、これ、ゲージ怖っ。はい。で、これで加速拾います。弱点出ますの。いや、でも、降臨でいけるんだったら結構あれかもしんないね。はい。はい。やべ、重複してる。まずいっす。いや、でも、なかなか、やっぱり、蓬莱も、最近は、ちょっと、どこで使えばいいだろう。使ってみたで、結構使われてるけど、やっぱ、なかなか、普通にキャラとしてちょっと使うのが、なかなか、あれだから、ちょっと、久々に出番来て、うりうりしてるっていう人も多分いるんじゃないかな。はい。いや、でも、これさ、中ボスでこれだけ削られてたら、多分、ボス戦無理でしょ。絶対コスプレしてこないと無理ね。コミケやってこい、みたいな。お、いや、ここで、ちょっと S、いやーダメだな、SS 貯められなさそう。どう見てもあの鬼のでかい数字。どう見ても即死です。本当にありがとうございました、みたいな。はい。で、とりあえずこれ倒していきます。
ー、なるほどね。で、これで、はい。あ、いや、意外とデブい。いや、でもこれは絶妙にいいかもしんない。これはこれでいいかもしんない。で、これは縦勘で、はい。縦勘で置いときの、あ、でもこれ互い蘇生利用して、ちょっと SS ダメしたい気もしなくもなくもない。で、あ、でもバトル4だから多分大丈夫かな。そしたらこれはこう上から、はい。上から下からここの間、はい。いや、まずいな。SS、ボス1から撃てるようにしとかないと 100% あれこれ来るでしょう。いや、100% 電線切り来るでしょう。これどう見ても。はい。これ倒します。でもなんか互い蘇生の雰囲気ちょっとするな。大丈夫かな、うん、はい。これはちょっと雰囲気するよね。どう見ても。やっぱり。あ、でも全然1体だ。優しい？はい。あ、やべ、しまった。いや、ちょっと鬼を残して、あれしたかったんですよね。うっそ、撤退すんのかよ！言ってよー！なんで撤退するの？いや、それだったら鬼倒して、勝ち残して、ちょっと何だしてるだわ。いや、どう見てもこれ絶対あれですよね。絶対、とりあえずこれ倒しといて、絶対に、これ、加速パネルでしょう。はい、はい。で、切り出すでしょう。はーい、分かっています。お !4000! 優しい！いや、蓬莱よりも優しいね。蓬莱はもう、艦隊、やるだもんね。大嫌いだもんね。そしたら、右から行きたいけど、いや、でも逆に行かなくても加速パネルで割といけそうな気がするんですよね、ご利用しで。はい。まあ、これで、はい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 。ほら！で、これで弱点出ました。はい。どうすかね、ガレ。いや、もしかしてコスプレしなくてもいける？デビューしなくていい？コミケ。コミケデビューしなくていい？はい。で、これ縦勘で、後継、あー、意外とあれですね。細いですね。でも意外と弱点なくても削れてるよね。これ多分大号令打ったら、余裕で蹴散らせるでしょ。で、こう打って、こう打って。いや、やっぱいけるね。はい。はい。見習います。いや、これ、あれだな。大号令打ちたいな。早く大号令打ちたい。これどう見ても縦あれです。移動してきて縦勘です。ありがとうございました。じゃあ、はい。よし、ちょうどいい感じね。これ移動してきての、挟まりますの。うわー、でもこれちょっと、これちょっとあれだな。殴れなさそうな雰囲気ちょっとする。ちょっとこれは一旦縦勘でやりそう。あ、でもダメを出てないね。優しい。っていうかこれってさ、弱点なくてもさ、大号令で、あれ？あ、霧もない！優しい！はい。はい。あれもしかしてラスゲ大号令ぶっぱでなんとかなるパターン？これもしかして。あ、出してきた。あ、2ターンに1回か、あ、3ターンに1回なのね、ここは。いや、じゃあ撃たなくていいよ。こんなのラスゲぶっぱでいいでしょ。ほら。いや、優しい、今回。すごい優しい。お、ゆっくり。いや、ゆっくり蓬莱見せます。はい。いや、まあまあまあいいでしょ。まあいいでしょ。で、ちょうど一発からいけるね。で、まあ、これ立て込んで、はい。うわ、これ下に止まってくんないかな。下に止まったらサムネに使える。うわあ、ダメだ！一人ぼっちになってる！いじめだ！うわあ、これはいじめの現場を、ちょっと撮ってやったらごめんなさい。大号令撃ったら、あれだから、なんだっけ、あれがないから、あれがないんですよね。ブロックがないから、どうしようかな、これ。右下、左下に撃つと、ちょっと危なくない？左下に撃って、で、こう打って、で、ちょっとこの、右の HP、右の HP を、あんまりちょっと殴らない、あー無理だな、これ絶対挟まるわ、ブロックあるもんね、いや、これちょっとアンチブロックあるかな、いや、まあ、多分右や、右や、ブッパでいい、ブッパでなんとかないでしょ、こんなもん。はい、じゃあ右上に打ちます、もう適当で。
あれ意外となんとかなんの、いやなってる、だ全然なってる、おーダメだなってるな、蓬莱でダメだ、関係ない蓬莱だけなってる、あーしかもいやこれよく見たらあれじゃん、大号令仲間殴れないじゃん、これ意味ないじゃん、ただの事業家じゃん、まあいいや、はい、しかも加速パネルは仲間に持っていかれというクイックというちょっとね良くないやつ。いや動きすぎ動きすぎ、一体だけまともに動いてないじゃん、いやーもう良くない、ただの自強化の時間稼ぎ。うわーでもサムネに使いたいな、なんとかしてサムネみんな固まってあれですねみたいなサムネ、おうわーゆっくりして、ゆっくりしたいけど、まあこれも自強化ね、はい、いやこれゲージミスったらよく考えたら危ないね、はい。いやよく見ると自分は全く動いてないっていう、いやすごそうに見えて全くすごくないっていうね、ボス2で使えばよかったな、いやいじめでしょこれどう見ても、蓬莱、おお、これもしかしてサムネ見つかえるかな、いや横一列に蓬莱前にならないみたいな、どうだろう、おいやダメだこれよく見たらあれなんだ、はい、おお危ねえ。意外とギリギリだった、よく見たら。いやー、どうだろう、サムネに使ってるかな、ちょっとこれやってみないと分かんないですよね。あ、そういえばなんだっけ、超究極じゃないやつ、いつもタイトルトイレでなんで考えてるんですかみたいなこと言われるけど、あれなんですよね。なんだっけ、忘れた。まあ、また今度見ます。じゃあ、これで終わり。ごきげんよう。